A 列車で移行はジャズのスタンダードナンバーの一つ。1939年にデューク・エリントンが楽団のピアニスト検索編曲者であったビリー・ストレイ・ホーンに作詞、作曲をオーダーして作られた作品である。1941年2月15日にエリントン楽団の演奏でレコードが発売され大ヒットした。以来、エリントン楽団のテーマ曲として広く知られている。 エラ・フィッツ・ジェラルドとの共演でも名高い、ニューヨーク市地下鉄、ブロードチャンネル駅に侵入する A 列車の題材となった A 系統の列車。正面に A の表示が見える。曲のタイトルにある A 列車とは、ニューヨークのブルックリン東地区からハーレムを経て、マンハッタン北部を結ぶニューヨーク市地下鉄 A 系統の名称である。 蒸気機関車が爆心し客車を引く様を表現するイメージを膨らませたアレンジも存在するが元々の意味は地下鉄のことである。ニューヨーク市地下鉄では同一ルートの路線に快速運転を行う A 系統のほか C、E などの運行系統及び種別がある。各系統の電車の前面には利用者への故障防止の注意喚起として A、C、 E いの丸い円盤状の看板が掲げられており、ホームに入線してきた電車正面の表示板を見るだけで、その電車の系統と停車駅がわかる仕組みである。この曲の題名と歌詞には、ハーレムに行くなら、早く行ける A 看板の電車にお乗りなさいという意味が込められている。歌詞中のシュガーヒルは、ハーレムの西に位置する高級住宅街である。 沿線のメインストリートである125丁目には黒人音楽の聖地アポロシアターがある。親しみやすい軽快な曲で世界的に演奏され、また歌われてもいる。日本においても夏季のような広まりが見られる。ありがとうございます。